もっと熱くさせてやるよ。来たな、ここだ、行くぜ。あら、もっともっと。画面の前の皆さん、どうもゆうきです。こんにちは。仁王初見実況攻略、本日も行きたいと思います。よろしくお願いいたします。でマイペースにやってますので、ぜひよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントもね、お気軽にどうぞお願いします。わかんないこともいっぱいあるんで、アドバイスとかね、なんかこうした方がいいよみたいなのあったらぜひよろしくお願いします。で前回ですね、このね鍵を取りまして、これですね、多分ね縄文の鍵でね、多分ここだと思うので、この先へ行きたいと思います。はい、何が待ってるか。あ、社があっていきなり、はい、じゃあここで一休憩します。じゃあそれでは、ここで休憩したいと思います。はい始まったばっかり始まったばっかりでね、休憩入っちゃうね。実況者さんとかはねいないかもしれません。まあ、そもそも私がね、あの実況してるかって言ったらそんなことないんですけど、ね、いつまでたっても実況してる気分ではない、全く。お、右と左に道がある、こっち行ってみましょうか。あ、でそうそう言い忘れたんですけど、レベルはね、今49です。100ぐらいがいいのかな。仁王はダクソーの方はね、50いくつとかでDLC2 を生意気にもね攻略してますけど、押したいける。あぶねえ、これなんだ、怖えな、何これ、何これ、あっぶんだ、あぶねえ、マジでめった切りだよ、めった切り。お前、あーなんかもやがかかってるな。なるほどね。あー、これ戦いづら、マジで。ここで、あ、ここで行くか、ここで行くか。よっ、よっ、ほっ、ほっ、ほっ、よくられた。よっ、よっ、オッケー。どうした？なんだ？なんだこいつ？なんか変だったな。さあ、行きます。こっち渡れるよね。で、あそこもやかかってるから、あれ多分デカ雲が出てくるんだよ。だから、この扉は何じゃろうか。お、びっくりした、全然気づかなかったよ。怖いよね、いきなり出てくるからね、ほんとね、恐ろしい恐ろしい。 OK、 缶抜きを外す。ちょこちょこ信長って出てくるようになってきたね。信長さんが関係してんのかな。やられてるね、ここでね。 OK、これショートカットかなんかが開通したんでしょうか。で次はあの雲、デカ雲を倒す。すごいな、これでもかっていうぐらい。よっ、ほっ、ほっ、ほい、ほい、ほい、もらった。オッケー、ただの白としてなんとかの方よ。倒した小雲がね、倒したか倒してないか分かんないから。 OK、 ゲッチュー。おー、こっちはもうこれで行き止まりだから元戻りましょう。うん、ショートカット開通とあの今の大雲を倒してアイテムゲットみたいな道でしたね。さあ行くよ。で武器は今刀と槍ですね。で槍のね、上段のこの連続技をゲットしたんですが、これがね結構使える、使いやすい。ただまあ通常のね、あのこの攻略はおそらく刀の方でバシバシいっていくんじゃないかなと思いますね。やっぱ一刀流が一番慣れている、ダークソウルでもそうですが。こっちはなんだ、下に道がある。お、アイテムゲット。雲がね怒ってきたりするから。あの偏屈じじい、ゲット。信長様の度重なる恩情を不意にしよう。偏屈じじい私みたいなタイプね、偏屈だから ね、 ゲットね。リアル偏屈ってやつですね、もうリアル偏屈結構頑固ですよ。うわー、大手ってなんだよこいつ、おい、なんだこいつ、マジ。このまま行きますね、カットしないで。
なんだこいつマジ急に来たわ偏屈じじいやられたわ、引き殺されたわ、来いよおい。ああ、また同じ、待て待て、こいつなんだマジ、おめえなんだ本当に。スタミナなくなった、強っ腹立つ、腹立つね、こいつこんなところに2回死んだら私ぐらいじゃないちょっとちょっとローリング、これずるいでしょ、これ火つくし通ったとこ、おい何やってんだお前、お前は何やってんだ、その不規則な動き読みづらいわこいつの動き、不規則すぎだわ。あ、なんか来たぞ、弓矢か、なんか来たわけじゃねえわ、待て待て、チョン、あ、ピュン、オッケー、さてなんかそろそろねえ、もうそういう時間じゃない、だいぶ進んできたからねこのエリアね。何これ、開く、ちょっと待って、右のアイテムが気になるが、ほらいるでしょ、もうね分かってっからね、ほんと絶対いると思ったわ今、何やってんだもういろんなゲームやってるか、おい何やってんだよ、何やってんだおめえは、そんなとこで絶対来ると思ったよ、そこ、お、これ中、あ、社だ、社あんなら開けとこう、ここ、ここにも社、あ、扉の反対側からでないと開かない、マジ反対側に行ける、あ、上から落ちるってことか、待て、いるな、いるな、いるぞいるぞ、あそこにもいるぞ、アイテムのとこに、アイテムのとこに必ず、ちょっと待て、これ多分コグも出てくるから先に、あ、降りてきちゃった。うわ、なんか来たぞ。こういう時に槍ですね。槍行きましょう。すい、はい、はい、はい。強い、この技。マジで。めっちゃ使いやすい。あーあぶね。狭いとこ要注意。行って。あー、なんだ今のワンタイミング遅いの。回復。どこ行った、あそこか。やろうが、おい、最後の一投が当てづらいんだな、距離をうまく適切に保たないと、そういうことだね。 OK、 2段目は簡単に入るけど3段目が入りづらいってことね。 OKOK、 了解です。でかい敵にいいのかもね、この技もしかしたら。細かい敵にはやっぱり刀の方がなんだかんだ使いやすいみたいな感じなんでしょうね。出たなこいつ、ダスン来るよ、ワンツーのドスン来るよ、ここから反撃、あら、はい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 、オッケー、さあ距離感大事、距離感が分かる、なんだまた雲かよ、しつこ、おい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 、オッケーオッケーオッケー、距離感でいく、ちょっと待って、なんか今なんかなんだ、気のせいか、なんだなんだ、今なんか今もやが見えた気がしたけど、黄色い、あ、ケロヨンいたえ、なにこれ、どこケロヨン、これ外、どっから行くんだろう、こっちじゃないな、こっちか、結構上登るな、あ、ここで社にたどり着く感じかな、お、アイテム、すごいネチャネチャしてる、ネチャネチャしてる、気持ち悪い、ネチャネチャしてる、オッケー、ネチャネチャ、社ゲットで、これでもう一回敵がリスしちゃうから、オッケーで、こう開けといた方がいいよね、ここね、缶抜き外す、これで反対側から来れるようになりました。じゃあこれでこっちから行ってみるか、戻る感じで、またこれ敵いるからね、上行ってみる、何いるのこれ、
はい、これ何これ開けるよ。うわっマジ閉まったこれ。ケロヨン、外ケロヨンも取ってないし、うわわ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 うわセクシーだけれども、あー嫌いじゃない、いや嫌いじゃないじゃないわ嫌いじゃない、まずいだろこれ、これ割と好きだったら。あー動きわかんねんだよな、これ糸食らうとね動きがめっちゃ遅くなるんで、これ切れるまでちょっと回避で、よっほっほっほっ、必殺技もあるからね、よっあいってあぶー、まずいスタミナが、あーうわーすごい抱擁、気持ちよかった、いや気持ちよかったじゃないわ。よし行くぞ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 、あぶで回収回収回収、どこにあんの、ここか、うわーっいったすげえ食らうぞやっぱり。まだまだ暇といのお札、これちょっと火に弱そうだから勝手な判断で回復、よし行くぞ、あぶねこいつもくぐる系か、絶対そうだな、くぐる系だ、くぐる、おおいいね、火効くぞこいつ、やっぱり雲だからね、そんな気がした、何何何何何何何その構え、あはは、すごいすごいセクシーだね、何やってんのあんた、うわー遅くなった、まずい、何何何その構え、ちょっと待って、その構えが怖いすごいすごい腰を回してくる感じね、セクシーだねセクシーだね、いいね、セクシーだったら負けねえよ、悪いけどそういうことだから、よっほっほっほっ、火だぜ、熱いだろ、もっと熱くさせてやるよ、ふっ来たな、ここだ行くぜ、おらふっふっ、もっともっと熱くなれ、さあ来い、どうした2回目だぞ、まだ甘いな、ふっさあ来いよ、くぐってってやるよ、まずまずまずなんだなんだなんだ、シャーとか言ってる、なんだこれなんだこれなんだこれ、これなんだ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 この技、はい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 、おばさん、え、どうしたおばさん、動きが丸見えだな、やってねえな、おじさん対おばさん、あーおばさんにちょっと待って、危ない危ねえ、おばさん、おばさんのマジきた、はいはいはい、くっくっ、回復、ここは回復した方がいい、純粋に、おばさん終わりじゃないか、ええー、なめんなよ、こっちも戦ってきたおじさんだ、まあ勝ちましたね、なんとか勝てました、やったー、あやばい、壁際ケロヨン、崖際ケロヨン取れなかったな、まあちょっと次回取っとくか、よっしゃー勝ちました、2回でいった、いけたわ、やっぱねくぐっていく、やっぱダックスやってるからね最近ね、ちょっとこの動きが良くなってきてる、ほう、とつくに見たよ、主も見える口か、ひらぐもの茶釜、久方ぶりよ、一服立てて死んぜよ、ほうほうつっちゃった、ハゲてるな、千利休さんみたいな感じ、まさかの、
茶もわからぬか。まあよい、お主に興が湧いたわ。この茶室好きに使うがよい。どういうこと？茶室が使えるってこと？ お茶ができるってこと？主君をあやめ、将軍をあやめ、大仏を焼き、山岳を成したと信長に言わしめたこのわしが、主ごときに見えると思うたか。何、誰だろこれ。誰急に主ごときに見えると思うたか言われても。わしのことは壇上とでも呼ぶがよい。あ、千利休さんじゃないんだね。あ、雲、雲の守護霊を手に入れたんだね。全く守護霊あれだからね、ファイヤーワンコばっか使ってるから。ファイヤーワンコ強いんだよ、攻撃力上がるから燃やすからね。なるほど。読まないっていうね、読んだけどね、今ね目で見ましたよ。陰陽の茶室、漢字弱いですからね、先言っときますよ。もうもう投げっぱなし言いますけど、漢字弱いですからね。陰陽の茶室って何、ここで使えるってこと。あ、何これ、ランキングの確認や報酬の受け取り。あ、そうなんだ、っていうのができたんだね。あ、いるんだねこの人ここに。武士とは己のためではなく出家に使い働く者なれば、お主もそれを決めてみてはどうだ。それこの不気な平蜘蛛の中を覗くがよい。うわ、何これ、どういうこと、何だろうこれ。武家解説、武家になれるってこと。へえ、勇気はないの。あ、立花さん、あ、これ入るとなんかステータスアップみたいのがあるんだ。へえ、なるほど。刀を装備中に妖怪への近接攻撃ダメージプラスよ。ああ、いいね、前田。ああ、こういうのがあるんだ。へえ、何がいいのかね、ちょっと全然よくわかんないよ。ははははは、は、上段構えの強い攻撃のダメージと、何、近接攻撃適用する自分と味方の体力回復だって。これいいじゃんね。所属人数に、あ、所属、どういうことこれ。武家に所属しない場合、総力戦にも参加できません。また家紋の加護による恩恵も受けられません。ああ結構入ってるね。あ、この人数なんだ、これ入ってる人数ってことなんだ。ああこれもいいな。徳川窮地状態でなければ、即死を防ぐってことだよね、多分ね、そういうことだよね。うん、薬の体力回復効果、これにしようかな。プレイヤーアカウント、所属武家はプレイヤーアカウント単位で管理されます。オフライン状態では所属武家変更できません。 OK、 徳川にじゃあ所属してみます。総力戦の情報を更新しています、しばらくお待ちください。これ何なんだろうね、これ取引、総力戦、総力戦、何なのこれ。ファン付け、ちょっとこれ調べときますね。死に急がぬこと、ちょっと調べときます、これよくわかんないんで。あ、それか教えてください、コメントで。ちょっとそれか教えて。誰か教えてくれ。誰か教えてくれ。どうしようもないよね、全部教えてくれって。はい、これは全部やった。修行マモ、
じゃあもう次行っちゃっていいってことだよね。じゃあ次行きましょう。メインミッション、濡れ立つ雪、これだね。これ行きましょう。じゃあ、水無月だというのに雪とは、面妖な。このままでは都が氷に閉ざされします。霊気の源は荒れ晴れた本の地、夜ごと夜ごと女の泣き声が響くという噂もある。頼めるかウィラム。雪だって。何だ、こういう系でしょ、妖怪でしょ、雪女とかじゃないの、違うの。でもなー、雲、ジョロウグモみたいなの出てきたもんね。だから女じゃないのかな。次は女続きってちょっとさ、なんかね、スケベじゃないわ。女続きかな。すごい、めっちゃ。さあ武器はこのままでいきましょう。とりあえずは能力だけ解放しておきましょうか。じゃあとりあえずまあ槍使ってるから対、いや終わったよこれで。獲得アブリタこれしかないわ。体力上げときました。はい、行きましょう。まあ、何にしても体力だからね、うん、生存率を上げる。なんじゃあれ、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 なんかあったぞ。なんだあれ、あれなんだろう。なんか変な、なんかオブジェクトあるよ。右行ける、あ登れる、あ登れない、なんだこれ。うわ近づきたくねえな、あれあれはなんかよくわかんないけど、OK、倒した。これなんだろう、めっちゃ近づきたくないんだけど、これ何、何これ、何これ、ああ、びっくりした。不思議な念に包まれておるようじゃん。気配をたどって行けば何かわかるやもしれんぞ。なるほど、気配をたどる、攻撃できるわけじゃないんだ、うん、特に何かが起きるわけではないみたいですね。これはね、今はね、どうせ今はでしょこれ。まあ鬱陶しい雲がいなくなっただけでもだいぶありがたいわ。普通のね雑魚くんたちの方がやりやすいんで。雲鬱陶しかったわ、ほんと嫌いなんだよね。しかもまあ雲好きな人いないだろうね。あでもたまにいるよね、雲好きな人。いや別にいいんですよ、好きなのは。好きなことをディスってるとかは全くないんですけど、何が好きなのかなって。何が好きなんだろうな、分からん、分からん。やっぱりね、蜂蜜育ててる人が蜂が好きとかね。あと何でしょう、あと釣りしてる人がね、ね、ゴカイとかイトミミズ好きっていうのはまだ分かるんですけどね。いやちょっとそれも分かんねえな。ちょっとそれも分かんねえな。分からんこと、世の中分からんことだらけってことですよ。あこれ上か、上一択だ、こっちだね。屋根の上、屋根の上と向こう側ってことだよね多分ね。こっち行けるってことだよね。あ違うな、こっち行けないか、行けないね、壁だ、こっちだ、屋根の上一択。あれどっから登るのこれ、あこっちってこと、回り込む感じ。アイテムゲット、また余計なの来たなおい。まだ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 待て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 、ここ狭いから、マジでマジ狭いからさ。オッケー、これははしご降りる。まあこっちから行くんだろうね多分ね。オッケー、はしご降ります。こっちか、あ右行くかまっすぐ行くか。まあ開かないんじゃないこれ大概。お、あこれは違うわ、なんかやられてるな、プレイヤーですね。やられてるってことはここで何かが起きるってことだね。何が起きるの、誰が出てくる、あのもやに、おおびっくりした。
無数の亡者どもの念が一体に渦巻いておる。ほう、それだけ。こんなまがまがしいんだから渦巻いとるだろう、普通に考えて。これなんだ、これこれもなんだ、これただの骸骨、これなんだろう、なんか出てくる。わあ、なんだなんだなんだ、お前か。おい、お前しんどけ。いい、ちょっとしんどいってくる。お前はファイヤーソードにして、ってことはファイヤーソードを使うってことだよね。いや違う、違うファイヤーもいるよ。ほっ、痛い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 、ほいよっ、ほいほい、痛い痛い痛い、下が下がよっ、あーもう下うざったいな、それほんと。相変わらずめっちゃ燃えとるやん。死んだ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 。めっちゃ切れてるぞ。怨念の塊みたいな喋り方してるわ。あー、これ社あったね。これ社ちゃん、オッケー、助かるわん。で次ちょっとそろそろなんか守護霊変えてみる。とりあえずいいや、このまま行こう。さあ、てか雪だからまたこれもさ、あれじゃないの、氷系だからさ、ファイヤーが効くんじゃないの、このステージも。なんかそんな気がする、そんな気さえし、そんな気さえするんだけど。これ違うな、佐竹、佐竹ですね、この人は。この人は佐竹に入ってます。ん、開く、開くな、あ、開かない、反対側から。こっちは開かない、え、反対側、全部反対側。よいしょよいしょ、うるさいなお前は。よいしょ、おいおい、あ、あー危ねえ、なんかいたし、びっくり、危ないな、ほんと。ほいほいほい、危ない、狭い、ここ狭いよ。待て待て、狭い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 し、スタミナ危なかったし、今回復。よいよい、さいなら。氷を、氷、氷乗っけてやがるわ。冷たくねえの、背中に氷。これもプレイヤーか、多分この今の奇襲でやられたんだな。みんな奇襲でやられちゃったよ。ああ、あるあるある、氷のオブジェクト。お、なんだこれ、ああ、うるざ、こいつ速い攻撃がいいよね。うざいわお前、なんだ。あ、もしかしてこれで壊れるとか。全然ダメだけど、何これ、全く壊れる気配ないっす。なんで出てきたんだあいつ、ここで。なんかあんじゃないのこれ。ゼロ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 、全く入らん、こうダメが。え、なんだ、こっち行けないってこと。あ、じゃあこっちか。行けるとこあるじゃん。なんだなんだなんだ、何これ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 、これ何、え、これ何、なんかいるってこと。あ、何、ほう、氷の城とはまるりじゃな、常ならぬ存在が消えた今、何ぞ変わっておるのではないか。だからまあ、まあ、あの氷の城を壊したことによって道ができたんじゃないの。あ、あ、壊せなってる、おお、壊せなってるよ。ってことは最初のとこも壊せるってことだよね。戻りたいね、これはね。絶対お宝の匂いがする。物欲センサービンビンですからね。敵が出てくるけどね、関係ないよそんなの。無視無視無視、スルースルースルー、もスルー一択。なんかいるぞあいつ、しがみついてやがる。もうずっと切るから、ずっとキルアタックっていうね、私の新必殺技、ずっとキルアタック。あいつもいるな、オッケー、一発、あー、いた、
たんかそこ回復。あーごめん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 、あー回復した意味なくなっちゃうじゃん。もうお前ほんとさーだよ、お前はお前が回復するタイミングが下手だったんだろうっていうね。これ変わったんじゃない、ここも。あ、これは変わってない。なんだよわざわざ来たのによ。だよ、行った一箇所だけってことね。なあお前は何なんだマジで。よっ、ずっと切るから、ずっと切るから、死ぬまで切るっていうね、もう連続技ですよ私。ずっと切るアタックね。小学生だからね。ネーミングセンス、ネーミングセンスが小学生っていう。じゃあ行く、先進みます私は。私先進むわ。もういいわお前らは、お前ら消えとけ、用ないわ。あれもしかしてあれ復活しちゃってる。あ死んだ死んだ死んだ、よかったよかった、いなかった。さあこっちだよね、これで進むわけですよ。お兄ちゃんがいるね、お兄ちゃんがいるよ、お兄ちゃん。あー失敗した、失敗じゃないけど無理無理にやりすぎた。オッケー、お兄ちゃん距離取ればね楽勝だからね、基本的に。基本的に距離取ってれば楽勝だから、お兄ちゃんは。オッケー、さあゲット。信長様より受けし、お兄ちゃんいるね。あ、これでショートカット開通か。オッケー。じゃあ今日はこの辺かな。うん、この辺にしましょう。ショートカット開通したので、じゃあ次回ここからスタートしたいと思います。それでは、ニオ初見実況攻略、次回もよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。またね。よっしゃ、ちょっとだけ進もう。お兄ちゃん倒して先の様子だけ見とこう。なんだ、ううみたいな、ほい、あなんだ、ちょ見えない見えない、ほい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 、ぬーら、はいはいはい、もらいます一撃必中。